ガソリン、ガソリン、今日はうまく入れられた。いやーイったことで、ハロー皆さん、こんにちは、みやびんでーす。はーい。っていうことで、今日はですね、私が初めましての,あのブランドさんなんですけども、ハーマンカードンのフライ ANC のヘッドホンをレビューしていきたいと思います。Oh, oh, oh. Oh, oh. 見えますかはいこちらあの私ほんと初めましてだからちょっといろいろと分かんないこといっぱいあるので今日もひもじを読んでいろいろと検証していきましょうお願いしますメルセデス <Hey. S 3> メルセデスベンツメルセデスえー、メルセデスのことをベンツと呼ぶのは日本だけですマジ 世界ではメルセデスって呼びます、はあ品があるねそっちなんかねで、えー、ハーマンカードンといえば前にあなたも乗っていた、うん、乗っていたっていうか社長席に乗っていた、はい、CLS のスピーカーは<お>ハーマンカードンですあらーじゃあ二度目ましてるじゃんハーマンカードンはまた由緒ある歴史ある、えー、ブランドさんなので、はい、まあそのワイヤレス <laughs> えっと本なんですが 2>,、はいえー、2年前かなに出てるやつなんですけどなんで今更って感じなんですけど、うんえー、理由を言いますと、はいえー、当時2万円ちょいぐらいで発売されて今もう新品あるところは1万9800円とかで売ってたりするんですが、うんうん、アマゾンでは9800円になっていたので。 えー、ちょっと935のライバルとしてみやびが935と入れ替えるかなおしゃれだしなこれマジ <laughs> デザイン気に入るかどうかわかんないですけど、えー、っとちょっとこれを聞いてもらおうというのと、うんえー、これハーマンカードンがドーンって出したんですけど、うん、当時全然人気出なくて、えー、でまあ価格も2万円ちょいっていうことで、まあ、まあでも9800円だったらレビューして、うんうん、で大体9800円 今日見たら1万円なってたかなうんうんロッ、まあ、そんぐらいで買えちゃうんで、うん、だったら今買っといた方が得じゃないっすかなと思ってレビューしたいんですさすがです買い時になったんでおよそというわけで聞いていきましょう、うん、ちなみにデザインは気に入ってますおっと高級感あるからねうん、うん、これ入りましたねはい入ったドルドルルとったやっぱ私黒好きなんだなと思ったシンプルにえー接続されたりバス ちなみにこれもアプリありますので後で操作を教えますフィット感最高ですまずはこれノイキャンオフですおお<ー>でノイキャン入れますはいノイキャンうんうんうんちょっと聞こえるぐらいかなえっ、ー、とね7いや、うん、7七かな10点満点中7だそうですはい、はい、でこれは外音取り込みありません、はいで えー、曲を聴いていきましょうドキドキしてきたこれはハイレー対応しておりませんので、うん、普通に、えー、iPadPro から音を流しますはいえ BLACKPINK、ー、さんで「ラブシックガール」あらあらあらちょっとすでに私の心をほうほうほう 音量でかすぎるわ。うんうん。うん。あ、聞きやすい。はい。えー、それでは、えー、平井大さんでスタンバイミースタンバイユー。うんうん。もうちょっと音量上げてもらっていい気持ち。 おいいねこ胸にズンズンくる感じがある好きだねはいで、えー、ワニマさんで共にうんバンドも合うあれちょっとどうしよういいなつかみがうんうんうんあいいねはい で、えー、清水さんは奥高さんでカーテンコールうん、うん、音が綺麗に聞こえるうんやっぱこのズンズン響く感じがいいんだよなはいえっと綾瀬さんで夜なでる目の。 うん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 ,ふん,ふんきれいはいえと、ー、いうわけで感想どうぞえっとあのー、こう音の元気がずっと残ってるからチルに合わないけど私の好きなあの太鼓胸に響く感じの バッオンとかこうトゥンドゥンっていうのがあるからすごくいいしあの何だろう本当にきぜあのいい意味でずっと安定して綺麗に聞こえる音って感じでした。良きで,すで、えー、とりあえずアプリの説明しますけどほとんどこれアプリやることありません,ーんただ EQ いじれるので EQ で好きな音にカスタマイズできるっていうので。うんうん ま,あまずこの画面でこれで押すとノイズキャンセリングがオフでこれがオンでまあ今しゃべるからオフにしますけど、うん、EQ はここを押すとこれ J ベルと同じなんだよね同じグループだからああ色が違うだけだね、うん、J ベルと同じでまあジャズとかボーカルとかペースとか自分のこれどんしゃりにしてあるけど設定スキンこれオフにしたらフラットになるんでうん、うん、でえあとは 全然。ボイスアシスタントで Google アシスタント使うか AmazonAlexa 使うか選べるんですけどうん、うん、まああとファームウェアのバージョンがあったりとかっていうだけです。じゃあほんと少ないんだね。シンプルです。ただ音いじれるので。うんうん、で、えー、僕の感想、プロの感想に入りますが、はい、まあ 一部自分でプロって言ってる人怪しいよねなんてコメントあ,のあったんですけど、まあ、言わせてもらうと、はいえー、プロがえ自分で言わないで誰からプロって言われるのっていうのがあって、うん、YouTube の世界知らないんで、うん、よく YouTube エセプロとかプロ名乗ったり事業家名乗って人集めてっていう人多いらしいので、うん、まあそんな感じっぽいんですけど。うん まあ、プロって言っても多分ちゃんとそういう人たちは動画見てないんで僕は何のプロか知らないと思うのでとりあえず一応僕来たコメントネガティブなコメントも全部答えるっていうポリシーでやってるんで、うんえー、プロミュージシャンとか、えー、プロ IT <laughs> ジャーナリストとか、えー、プロのガジェットのだからもうガジェット系パソコン系デジタル系の雑誌の、えーっとまあ、ジャーナリストだけじゃなくて編集長も何種もやってきてたりするんで。 アップルもね一応あとプロミュージシャンでもあるんでもう35年プロミュージシャンやってるんでカメラマンもあったり、ねえー、そういう意味でプロですって言ってますけどそれはなんで僕がプロですって普通言わないんですけど、うん、なんで言わないかって「責任取ららされるからなんですよ、うん、プロ」って言っちゃうと「うん、お前プロなのに何言ってんの?」って、うん、それが怖くてみんなプロ名乗らないんですけど、うんうん、僕はあえて名乗ることで、えー、責任の重さを背負って。 下手なことは言えないし言いたいことも言うしっていう立場でやってますんで無責任なことは言いたくないのであえてプロを前面に出してますでその代わり一般の人の意見もあるんでプロと一般でわざとやってますでこのハーマン・カードンの「フライ ANC」なんですけどえ音的にはハーマン・カードンもうザ・ハーマン・カードンって音なんでまあ ベンツでも聞き慣いてるし、あのなんだろう、Bluetooth のスピーカーでも僕持ってるんで、うん、まあ昔ソフトバンクが、えー、こんなでっかいスピーカーを、うん、あれ、うちにもあるんですけど、えー、あれまだ空き場で5000円とか9000円とかで売ってたりするんです、うん、新品が。うん、まあハーマンカードの基本低音バンバン来るんで,、うんうん、で、高音は刺さらないので、うん、ハーマンカードのは。本当に絶対刺さらないので。で、これ、有線も使えるんですけど、 あのバッテリーが切れちゃったら音スカスカになるんで有線で聞く場合もバッテリーがある状態で聞いてくださいはいでまああとさっき画面見,しました見せましたけど EQ で好みの音に変えられるのがいいんで自分の好きな音にそれでセッティングしてくださいとで Bluetooth の接続性も試しましたけど普通で悪くないですであとですねまあ 最大の特徴でもあるんですけどみやびが気に入るなと思ったもう一つの点は、うん、長時間気にても疲れないあ <laughs> 確かにでつけ心地がいいんです、うん、フィット感はめっちゃいいしで高級感あるしおしゃれなんです、うん、だと思ってここのまだ新品のペリペリを剥がしてないんです <laughs> なるほどねはいでまあ一番は2万円で発売されてたヘッドホーンでいまだに 場所によっては1万9,800円とかそのぐらいで新品で売ってるものが中古じゃなくて新品でアマゾンで9,800円とかまあ今日見たら1万円ちょっとでしたけど1万何百円でしたけどそれで買えるんだったらもう買った方がいいじゃんっていうだってアンカーの935と値段一緒なんだからでもそれが本当は2万円のものが買えるんだから半額で買えちゃうんだからお得だね。で,でまあ世界ののハーーマンンカドっていうのもありますし でこれねちょっと雅にねさらに気に,気に入ると思って<お>やっ試してもらうんですが音楽ではなく映画を見るとまたこれがすごいので「えー、ワンダーウーマン1984を」を。お。 臨場感あるおーお,ーおーすごいこれは映画の BGM があの劇場で聴いてるような感覚で聴けるすごいこれというわけで今 iPadPro12.9 第5世代でネットフリックスで。 「えとあれですねワンダーウーマン1984」のちょっとシーンを見てもらったんですけどこれ映画もいけますんで音楽もいけるし映画もいけるってなるともうずっと毎日映画見てアニメ見てるあなたにはまあ最適つけっぱに最適な一本で,でこれつけて外出かけるって考えたらどうですかちゃんとよく見てくださいねデザイン。 ちょっとあの街中歩いてる自分をイメージして両方ね9三五とこっちのっていう、うん、あのすごい贅いたとなこというと使い分けとかまたぜ <laughs> いですで、しかもこれね回るのと <laughs> あ、ちっちゃくコンパクトにねでこの間やりましたけど、えー、こういうことできるんでああまたねこう後ろに。 後ろにやったり畳めてうん、うん、こうやって持ち歩けるすごいいやー迷うなでもすごく良かったこれあのここのスポンジもまた今回も高級感あるから、うん、んす,すごく本当にじゃの中にアルトエルって書いてある、うん、すごくうわーでここでボタン操作できるしねうん、うん、再生とか音量アップとか 全部ついてるんででそうで何がいいって935よりかはこっちの方がボタンの方とかはね分かりやすくなってるのであの935はてるんだよね右と左でだからどっちだっけってなっちゃうけどこうやったらこっちだけでも全部固まってるからあもう自分でね場所さえ覚えちゃえばもうあとはわかると思うからすごくいいなとは思うし映画の今臨場感があったのがすごいかったんだよね。 まあ低音が935、ねうん、何がさ、うん、い,やいいってさ、まあ、デザインも色もそうだけどあの外音取り込みのさ、うん、あ外音取り込みだっけあのあ電車内でもってなるじゃんあれがあって <laughs> すごくいいんだよねあれはまあこれノイズキャンセルボタンついてるんでノイズキャンセルオフにしちゃえば聞こえますよだから試してみたいちょっと <laughs>、うん、<laughs> っていうのはあるでも音は私結構あのこう体 ないでこう響く感じが好みだからあの低いのはこっちが好き、うん、今回のハ、まあ、ーマンカード仮パクされるみたいですよまあ <laughs> この恩返しはきっと僕今月誕生日なんで期待しようっとどうせ欲しいもの送ってくれるからそれを渡します <laughs> 欲しいもないもんないんですかじゃあ,あの 5, 万ぐらいいいいの家とかでもいい私も私欲しい、うん <laughs> <laughs> というわけで935のライバルとしてえちょっと偶然アマゾンが9800円になってるのを発見したので速攻ポチってえやってみましたがまあ僕的にはまあ9800円1万円出すんだったらまあこれ全然価値はあるかなと思うのであと音に品があるように聞こえるからね音の品とかね こっちのとかね、うん、高級感こっちの方が全然あるんで、うん、まあその辺ちょっとび、えー、さんに最終回答を預けたいと思いますドローンしますシュシュしュはいいやしーンしますましまんでしすよねなんか音すドローンしまもドローンしますドローンしますドローンドーンーンドーンしますドのーンしますドのーンしますドの ドゥチャンドゥチャンドゥチ,チャンっていう騒がしい感じの音も好みだからこそ935まだ捨てられないっていう自分がいるんですがまあデザインも。 音も好みに入っってててきてるから、まあ、捨てがたいなとところと最近マジでも毎日1日1本映画見たりもしてるのでこれ家でもずっと聞いてても苦じゃないなってなってるから今気持ち的には真ん中にここにあったら、まあ、こっちにいちると傾いてるぐらいいいなって思ってるのからよかった皆さんもこれちょっと、あのー、気になったら視聴してみてください。はい私も ちょっと今日は結果出ないんですけども、まあ、もしね出たらまた皆さんにお伝えします。ということで、はい、皆さん今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。